では続いては特集です。福島原発の事故を受け、菅総理は日本のエネルギー政策を見直す方針を表明しました。でこうした中注目されていますのが大規模な太陽光発電所メガソーラーです。ソフトバンクの孫社長が全国の休耕田へのメガソーラー設置を提唱するなど原発に代わるエネルギー源として期待が高まっています。エネルギー最高3日目はメガソーラーの可能性について考えます。瀬戸内海に面する岡山県玉野市、全国の自治体では今メガソーラーへの期待が急速に高まっています。この瀬戸内沿岸に広がっている広い土地が今回のメガソーラーの候補地になります。メガソーラーの誘致に動き出した岡山県、県内20カ所をメガソーラー用地として選定し事業者を募集しています。ここは昭和20年代まで塩田として利用されていたおよそ30ヘクタールの土地。塩田の跡地ですので日照量が多いと、大規模なメガソーラーをされるのであれば適地だと思います。岡山県はメガソーラーを始める企業に1メガワットあたり2000万円の補助金も交付。20カ所の用地に対し延べ70社からの応募があります。環境問題だけではなくてですね、産業振興であるとか地域の活性化であるとか、まあ、幅広い分野にその波及効果が出てくるだろう。しかし課題は原発の9倍とも言われる発電のコスト。この壁をいかにして越えるか、 WBS はアジアで建設が進む世界最大規模のメガソーラーを取材。メガソーラー普及への道筋を探ります。タイの首都バンコク、経済成長が著しいこの国で今エネルギーをめぐる変化が起きています。バンコク市内の家電量販店を訪ねました。商品に貼られていたのはエコラベルです。ラベルには年間の消費電力量と電気代が表示されています。ここ2、3年バンコク市民は家電を買う際、価格や機能性に加え省エネも考慮するようになったそうです。タイで高まる省エネ意識は意外なところにも。バンコク市内の寺院、日が暮れると灯されたのは LED 電球です。寺の中にも200個以上の LED 電球が設置されていました。タイ政府は6億円の予算を計上して全国の寺院の照明を省エネ型に変えるよう促しています。電力のおよそ7割を天然ガスに頼るタイ。しかし国内で採掘できる天然ガスの枯渇が近いとされ輸入依存度が高まっています。そこでタイ政府はエネルギー政策を抜本的に見直し、2020年までに自然エネルギーの割合を 20% に引き上げる方針を決定したのです。 You putAll the eggs in one basket, you know. And that's why a few years ago we tried to diversify the source of fuel for fourth generation. 赤道直下のタイ。自然エネルギーの中でも柱となるのが太陽光発電です。首都バンコクから北へおよそ250キロ、タイ中央部ロッペリ県の上空に来ています。ここに世界最大級73メガワットのメガソーラーが誕生しようとしています。
京ドーム40個分の広大な土地。発電能力は日本最大のメガソーラーのおよそ4倍です。完成すると7万世帯の電力需要を賄えることになります。現場には日本人技術者がいました。73メガワット中、ちょうど半分で、36メガワットを設置されているところです。このメガソーラーに太陽電池を供給しているのはシャープ。メガソーラーの開発を進めるのは三菱商事の子会社と香港の電力会社、タイのエネルギー開発会社3社の合弁会社です。今ちょうどここが太陽電池を設置している本当に最前線のところになります。8チームくらい作って太陽電池をこうペタ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 設置していくと、毎日2000枚のペースでパネルを設置、11月には発電所が稼働します。これが日本から届いた太陽電池で、これが、我々の工場の堺ですとか八尾工場の方で、製造されて、梱包されて船で、タイに持ってきていると。タイ政府はメガソーラーを増やすために固定価格買取制度という補助政策を導入しています。電力会社に対し太陽光発電の電力を通常の3倍の高い価格で10年間買取を義務付け、ビジネスとして採算が取れるように支援しています。 I think without ADA system the project would not be viable. That's quite clear. Electric Generating Authority of Thailand, who is the host utility, if you have all the risk mitigated, then the bank will be comfortable to lend you up to 70% of your total project cost. このプロジェクトでシャープは太陽電池を売るだけではなく、設計から工事、メンテナンスまで一括して請け負います。世界で太陽電池の激しい価格競争が繰り広げられる中、付加価値をつけて競争力を高めたい考えです。単に利き売りで引き渡しておしまいということはせずに、一緒に発電所を運営していくんだという気持ちでやってます。豊かな太陽光と積極的な政府の支援策、タイのメガソーラービジネスは着実に進んでいます。シャープのメガソーラービジネスを支えているのが大阪にあるこの最新鋭の太陽電池工場です。こちらがグリーンフロント堺です。シャープだけではなくてガラスメーカーや印刷会社など19社が集まる巨大なコンビナートです。ここで液晶パネルや太陽光電池作っているんですが、特別に取材をしていきます。工場でございます。この工場にメディアが入るのは初めてです。じゃあ一緒に、はい、こちらが最新鋭の弊社の堺の薄膜太陽電池でございます。タイのメガソーラー向けに輸出している太陽電池もこの工場で製造しています。作られているのは薄膜型と呼ばれる太陽電池です。こちらが薄膜太陽電池のセルです。このようにガラスの基板にですね、裏回ってみると分かるんですが、シリコンを薄く吹きつけて作られます。これどれぐらい薄いかと言いますと、今までの結晶のタイプとものと比べると100分の1なんだそうです。シャープが開発した薄膜太陽電池、結晶型に比べ太陽光を電気に変える変換効率は落ちるものの、材料が100分の1で済むため大幅なコスト削減が可能になりました。シリコン薄膜太陽電池として世界で一番大規模な工場を作りまして、コスト競争力に打ち勝つということを目標にしています。メガソーラー事業を成長戦略の柱に据えるシャープの片山社長。片山社長もかなり太陽光発電には、さらなるコスト削減の鍵は現在 10% から 20% 程度の変換効率を引き上げることだといいます。それが突然例えば 30% になればコストがまあ半分近くになると、じゃあそれが 40%50% になればコストは5分の1ぐらいになるわけですね。
そういった技術というのは突然出てくる可能性は極めて強いと思いますね、うん、日本でこうメガソーラーっていうのは普及するんでしょうか、うん、普及させなきゃいけないんじゃないんですか。これは堺工場のような薄膜太陽電池工場をですね、日本中にたくさん作れば日本の中にエネルギー油田がたくさんできるわけですね、うん、でそこからできた太陽電池がまた世界中に輸出もできますし、もちろん日本の中に太陽電池を敷き詰めればいいわけですけども、でそれによってシャープという会社もそうですが、日本という国がですね、エネルギーの輸出国になりうる可能性があると思いますね。ただ巨額の投資を回収できるようにするためには、タイのような固定価格買取制度が不可欠です。日本では関連法案の国会審議が始まる目処すら立っていないのが現状です。いくらで何年間買い取るのかっていうところをですね、早急に明示してあげるということが必要かと思います。そこを見ることによって、そのいろんな方々がですね、これに踏み切るべきかどうかというところの判断ができますし、逆にそこがないと皆さん判断できないと思います。菅総理が表明した2020年代のできるだけ早い時期に自然エネルギーの割合を 20% まで 20% にするという計画、それを実現するために期待されているのがこちらです。まず左側から太陽光発電、これは住宅用を除いても現在の日本の電力供給の6割近い1億5000万キロワットの潜在能力がありますが、最大のネックはやはりコストです。また潜在能力で言えば19億キロワットという大きな可能性を秘めている風力発電ですが、こちらは騒音や景観への影響が周辺地域で問題となっています。その他、稼働率の高い地熱発電や小規模な水力発電でも水力発電も注目されているんですが、こちらもコストの問題などでまだまだ活用しきれていないというのが現状です。取材させてもらった堺工場は秘密がいっぱいで、見えないところがありましたね。ほとんど、ぼかしという状況だったんですが、一つ言えるのはもうほとんど人がいなくて、最後のチェックの段階だけが人でですね、ともブラックボックスでこう作ってると、で現在作っているものの9割以上が輸出用になってまして、それで世界から引き合いが来ているので、それがまた国内向けに振り向けられれば非常に大きな可能性があるというふうにもおっしゃってましたね。本当によく取材できましたね。そう、入れていただいたのはすごくメディア初なんで非常に良かったです、はい。電力会社が要するに原子力発電所や火力発電所、それからこういったメガソーラーという、それを要するに買ってどういう比率で、どういうふうな発電、電力をその配分するかと、これ今のこの計画に実際メガソーラーの計画というのは合致するものなんですかね。もちろんそのメガソーラーというのはですね、この今後日本がその再生可能エネルギーの比率を高めていく上では非常に重要なポイントになってくると思うんですね、でただやはりここでもう一回立ち止まってよく考えなきゃならないこともたくさんあると思いますね、進藤さんちょっと質問なんですけれども、今から70年前の8月1日1941年8月1日ってどういう日だったかってご存知ですか。すいません、アドリブに弱いものでこれ当時のですね、フランクリン・デラノ・ルーズベルト大統領が日本に対して石油の禁輸措置を発表した日なんですね、で日本は当時約8割の石油をアメリカに依存してたんです。でそれが止められてしまいました。でそこでいろいろあって日本は結局その年の12月8日に対米開戦に踏み切ってるんですね。でつまりエネルギーっていうのはそれがなければですね、戦争になってしまうぐらいの非常に大きな課題だと思うんですよ。でこれをどうしていくか、で今まで日本は資源のない国としてそこの穴を埋めるために原子力っていうのを育ててきたわけですけれども、ただ原子力はですね、今回あってはならない事故を起こしてしまった、これはもう間違いありません。ですからもう一回その中で全体の比率を今小谷さんがおっしゃったように見直していかなければならないと思うんですが、ただその感情に流れてですね、やはりこの議論をしてはですね、非常に危険なことになりますので、もう一度そのメガソーラーをどう使うか、原子力をどうするのか、火力をどう使うのか、そういったことをですね、立ち止まって一回ですね、ここでゆっくり考える、そういう時期に入るべきなんじゃないでしょうか。